フェスはオランダのデンハーグっていう国際司法都市、戦争犯罪人を裁くところで有名な町で11年前に、始まりました。でテーマは、音楽と、映像と舞踏と建築とそれらに先端技術を係数としてかけるっていうのがテーマなんです。でその多分先端というところで、山岸さんは大丈夫って話だったと思うんですけど、これ先端っていうところが実は鍵でして、先端って先っちょでしょ。だから別にそのいわゆるハイテクノロジーっていう短絡的なことじゃないと思ってるんです、僕たちは。っていうのがオランダのフェスですけど、オランダのフェスをそのまま例えばお金でライセンス買ってなんか日本にそのままコピーペーストするっていうようなことではなくて、日本っていう風土とか日本っていうその文化、なんて言うんだろうにローカライズをちゃんとさせるっていうのがテーマなので、僕たちはそんな自分たちが問題視するようなこともそれは社会の先端としてなんか存在することだろうと。だから実はこういう話はちゃんとしてなかったかもしれないですけどごめんなさい。そうですね、そうなんです、はい、福島の問題は多分ここに集まってきていただいている方は皆さん納得していただけると思うんですけど、僕たち日本人が全員が共有すべき先端の問題だと思うの でその先端の問題を、もともとプロジェクト福島がその エンターテインメントで福島を盛り上げようとしたことと全く同じように、僕たちはアートとエンターテインメントでその先端の問題を共有したかったし考えたかったんですね。なのでお声掛けをしました。それともう一つ大事なのが、今日この海洋大っていうのグラウンドを学長副学長をはじめ学校関係者の皆様が本当に好意的にお貸しいただいた、これって本当にレアなケースなんですね。そもそもトゥデイズアートがその天王洲っていう場所を会場に開催するとなって、はい、でそこでプロジェクト福島のこの盆踊りをやりたいと言って、天王洲にそういう場所がないだろうかと探したらここがあって、そうですそうですそうです、先ほど山岸さんのお話だったように、その芝生がね、はい、本当にその福島の場所をその想定するようなところだったので、プラスあれですよね、この海洋大はその福島の海洋問題を昨日ドミューンでも放送しましたけれども、そうですね、海洋大学さんでたくさん船を持って海洋調査してるんですけども、震災後の福島沿岸地域の海洋調査っていうのを震災後非常に力を入れてやってくださっていて、そういったこともあって今回このお話をね、最初に学長を含め皆さんにご相談したときに、非常に好意的にして、ぜひぜひ福島のことであれば協力したいと言ってくださって、こういう形になっているというところがありますね。昨日はその私たちのプロジェクト福島、ドミューン福島っていうドミューンというインターネットチャンネルの半分、はい、放送もやっておりまして、そのドミューン福島昨日も寺田倉庫の方からやらせていただきました。そこで海洋大学の先生が話していただいたので、ちょっと今年ね、もう一つそのトゥデイズアートの皆さん、デトロイトテクの周辺とも非常に近しいっていう話があり、そうですね、はい、で私たち今日今日じゃない、この風呂敷、こういうものを作るのは実は大友さんの実家が風呂敷工場になっていて、なんですよね、そこで、はい、風呂敷をみんなでね、縫い縫いやって、はい、かなりこう大変な作業ではありながら、和気あいあいいろんな人たちが集まってやってるんですけど、その、ちょっと労働家を作りたいねっていう話が今年出てきまして、はい、でメンバーの中に音楽やってるものを見たりして、ちょっと風呂敷小唄っていうのを作ろうかっていうので、はい、流れていろいろいろんなアイディアが出てできたのがデトロイトテクノで、ね、ダンスミュージック小唄やってみようっていうの、ちょっと流していただけますでしょうかね。ミシンの音とかをこうサンプリングしながら、今これミシンの音ですね、大友の工場で稼働しているミシンの音を拾いながらですね、でだんだんリズムを出てくる、そうじゃん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 、そ
ありがとうございます。あれですね、来週来る、ジェフ・ブリズに届けられて、多分ジェフ・ミルズミックスができるんじゃないですか。はい、予定なんです。そうですね。もともとテクノっていうのはデトロイトで、今回は生まれたのは、テクノモーターシティの労働家であったんで、そうです、そういう話もあったり、そういうところをいろいろ調べていく中で出てきて、で、まあ、デトロイト的な、もしくはなんですけど、で、まあ、そしたらこういうつながりがあったり。シャンプーですけど、ちょっといいですか、いいですか。僕は20年目のデトロイト行ったんですよ。ちょうどその頃に全く知り合ってないヤンギーさんも同じようにデトロイトに行って、で今僕の所属するバンドのオラブンにヤンギーさんも会ってて、で、ね、偶然それもしたんですね。最近分かったんですけど、デトロイトの話を一つ、デトロイトテクノっていうのを生み出したのは、デトロイトのいわゆる仮想 の, アフリカ系アメリカ人たちです。で彼たちは当時80年代、お金が全くなくて、演奏ができて録音ができても、その後レコードにするなんて、もまた夢のまた夢で、しかもバンドになると楽器とかいろんなその、ね、経費だったりどうしてもかかっちゃう。でそんな彼らのマインドを開放したのが、実はメイドインジャパンの当時のローランドの808とか909とか、コルグの KPR77 とか、そういう当時のミュージシャン、本当のミュージシャンがまたいで通ったようなおもちゃみたいな電子機器が彼らの精神を解放したんですね。っていうのが、なんかこんなんで言うと何やったらもうバンドいないやんかって話で、彼らはそんなのを使って、そのミュージシャンがまたいで通ったようなおもちゃを使って、その今山口さんが言ったデトロイトテクノっていうのを生み出したんです。で彼らはその日本の技術に対してすごく同型の面と尊敬の面と持ってて、僕は先ほどお伝えしたその先端技術っていうのは、なんかその機器の技術だけじゃなくて、なんかそれをこう面白おかしく使おうとするっていう、そのアティチュード、姿勢、それに先端性がやっぱり一番あると思うんですね。だからそういうところを僕はプロジェクト福島でも見てるし、フェスティバル福島でも見て、だから今日この後皆さんが参加していただく盆踊りはもうまさにその具現化した形だと僕たちは認識してるので、トゥデイズアートにお誘いしたい。ありがとうございます。やっといいですか。このままでこの近所に住んでおられる方っていらっしゃいます？一人たった、じゃあみんな遠いとこから来たんですか、これ目当てに。うんうん、ああそうですか。このね、大黒漆器工場も実はその天皇があるちょっと先のある工場を使って、みんなでこれ一生懸命塗ったんです。で僕たちはこの祭りを単なる一つのイベントには終わらせたくなくて、この天王寺とかこの海洋台とかっていう、この昼間は2万人ぐらいいるけど夜は2000人ぐらいになるんでしょ、その町に新しいモダナイズしたフェスティバル、お祭りとして定着させたいなと、そういうふうに思ってるんです。なので来年もやります。で来年も必ずこの近所でこの大風呂敷を塗りますので、皆さんよかったら来年の話すると鬼は笑うらしいですけど、そういう参加の仕方をなんか今日楽しんで帰ってください。で今日楽しんで記憶したそれを来年のそのこの祭りに今日よりももっとコミットして参加して、自分たちの祭りになるようになれば、僕たちはこの祭りをここに持ってきた甲斐があります。本当は僕ちょっとバレてると思うんですけど、関西弁なので神戸から来てます。で神戸は今年震災20年目です。本当は神戸でもやりたかったんですこれを、けど残念ながら神戸は20年経って震災というキーワードが多少タブーになってきてます。震災震災って言うな、復興復興って言うな。でそういうのがあって、実は今回神戸では実現できなかったんですけど、